こんにちは。755の通知今来た。嘘。え、755さ、だいぶ前に打ったんかったっけ。嘘だ。それは嘘。それは嘘だ。え、755？そうね。1時3分にやってるよ。焼肉飯です。よし。え、755？うん、755。え、書いたよね。あ、通知ってみんなバラバラやと。暗いですか？わかりました。よかったよ。じゃあ明るくするね。575。待って待って、755でしょ。5757。電話番号ですか、誰かの。これで明るいですか。ワンダー着てるの。これワンダーって書いてるんですか。あ、ワンダー着てます。うん、今家のベランダで一人焼肉してるよ。うっそー、飛行機さん久しぶりじゃん。誘ってくれんやったね。いいな、焼肉。一人焼肉、一人焼肉いいね。でもベランダでならめっちゃいいね。すごい、一人焼肉したことないな。楽しそう。今日ゆっくり過ごしてるんや。じゃあ、あ、カナルカのマサさんのガチコルミさんのテレマカシー、寂しくて泣きながら食べてるって。私も行きたい、焼肉食べに。いいね。寂しいね。でも一人焼肉、うん、寂しいけどなんか憧れる。大人って感じする。うん、大人って感じせんね。一人焼肉いいなって。そう、いいよね。一人焼肉とか行ったことない。みんな一人焼肉行ける派ですか。行ったことある？私は行ったことないな。うん、焼肉は行ったことないな。でも一人でご飯食べは行ったことあるよ。うん、お、あるって。すごい、大人。一人焼肉5回以上すごいね。すごくない？でも男性の方はいけるっちゃろうかね。女性はなんかさ、あれじゃない、恥ずかしいとかありそう。一人焼肉なんか恥ずかしいね。まあ個室やったらいいかもしれんけどね。でも憧れるよ、めっちゃ。好きなの頼んで好きなタイミングで食べれるから一人はいい。あー、確かにね。確かにそうやね。そうかも。確かに自分のタイミングでね。あ、一人用セットメニューが、あ、それめっちゃいいわ。うん、焼肉ライクって何？意外と女の人も一人で焼肉して。おお、ほんと？女
ちょっと二十歳になったから行ってみたいなとか言いながら行けないんだよね。なんか普通にご飯行くのは行けると一人で、けど焼肉なんか難易度あるよね自分の中で難易度高いかも。一人焼肉、一人でご飯屋さんは行ける。でも全然、あーでもうん、そうやね、知らない町の方が一人で行きやすいかもしれん、恥ずかしさなく。うん、そうね。何番にいっぱいある。おお、焼肉もしゃぶしゃぶも行きます。おお、しゃぶしゃぶも、そうね、一人はね、すき焼き、うん、一人カラオケは行ったことある。うん、人からはある。焼肉はないな。一人うどん、七瀬さんかわいい。うどんは一人ないかな。うん、牛丼一人はないな。うん、牛丼はそもそもあれやね。あ、でもおみじゅとレミとは行ったことあるけど、牛丼あとは持ち帰るかな。うん、え、何がいいかな、一人なんちゃらってするなら。一人パスタとかならある。うん、あとなんだろうな、何やろ、一人、なんかもう何に行ったかも忘れたぐらい。うん、でも大阪旅行とか一人行ったことあるから、その時も絶対なんか食べたと思うし、うん、ああ、一人でたこ焼きとかね、一人たこ焼き、うん、なんやろ、もう普通にご飯屋さんなら行けるけど、一人ラーメンね。ラーメンでもさ、一人の方多くないですか、おじさまとかおばさまとか仕事帰りの方とか多いイメージある。でも一人ラーメン行ったことないな。ラーメンはあれですね、ラーメンはパパ好きだから、パパ好きやからパパと行ったりとか、家族で食べたりとかあれかも。うん、一人お好み焼き、あ、いいね。一人たこ焼きは普通だな。一人たこ焼き普通って言われちゃったよ。一人何やろ、あと一人、なんか食べ物の名前言ってみて。一人握手会、一人お話し会、みんなじゃん。うん。一人バーベキュー、それはさ、それはちょっと寂しいね。喋り合いてほしくない、バーベキューは。うん。お外でするなら。ベランダとかなら全然いいけど、そう、キャンプ地とかで一人でするのは絶対悲しい。ちゃんこ鍋ってなんっけ、もんじゃ焼き、もんじゃは二人でならある、お友達と親友ちゃんと。うん、一人キャンプ、でも一人キャンプって結構流行ってるのかなね。オープンテラス、おしゃん。でも一人でご飯は全然行ったことある。うん、あるね。一人シリーズ多いね、確かに。一人、うん、そうね。でも個室になってるとこならさ、個室っていうか、こうちゃんと仕切られちゃって他の人が見えないような、まあ、個室っていうのか、
やったら行きやすくない？一人でも。こうオープンになってるとことかはさ、あれじゃん、ちょっと人の目を気にしてしまうっていうか。あ、でも全然知らん町やったら全然気にせんから全然いける。そう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 、一覧さみたいに、そうそう一覧みたいな感じで、一覧ってさこうやって自分しか、自分だけって感じじゃん、わかる？まあ隣に人おる、おったりするけどさ、まあ、友達と行ったらここ開けれるやんか。うん、そうそう、こう一人用って感じのとこがいいな。うん、でも全然一人でご飯はいける、知らない街なら。うん、なんか自分の知ってる街で行くのはなんかお友達とかになった時に恥ずかしいなって思っちゃう、なんか。うん、全然ただ一人で行きたくて一人で行ってるのになんか違う風に思われそうだなって。わかる？わかる？ちょっと言いたいこと。そう、ただ自分が一人で行きたいのに、そうなんかね、一人なのとか思われるのがなんかちょっとね嫌だね。勘違いさせてしまうのが。そう、一人気楽なのめっちゃわかるの。そう、めっちゃわかるから。一人映画館とか全然行ったことある。うん、普通に何回もある。何回もっていうか、まあ、数えれるぐらいやけどある。まあ大体お友達と行くけどね。そういうの、一人で旅行行ける人、そう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 、だから本当に旅行に一人で行けるから普通にご飯行くなんて何の苦でもないけど、でも自分の知ってる街で行くのはちょっと勘違いさせてしまいそうで嫌だ。なんかちょっと勇気いるよね。ちょっと気にしちゃう。あの、そう、お友達いるのになんか一人みたいな、わかる？一人みたいな。こう友達、もしさ同じお店に友達が来ちゃってさ、友達は友達同士で来てて、私はただ一人で行きたいだけなのに一人で行ってたとするじゃん。そしたらなんかちょっと勘違いさせてしまいそうだなって思うから嫌なの、それが。そう、だから知らない町で一人でご飯行くのは知らない町がいい。いや、そういうね、なんかね、変なところをめちゃめちゃ考えちゃうから、私は。そうそうそう、そう、ただ自分が一人で行きたくて行ってるのにっていうね。そうそんなの考えたことなかった。まあそうだよね、普通は考えんよね。そう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 、え、お友達おらんとって勘違いされそうじゃん。そう、それが嫌だ。友達いないなら、いないからもう気にしないって友達になってくださいって。もう一度、もう友達じゃん、もう友達みたいなもんだよ。うん、そうなんだよね。うん、だから一人で全然ご飯行くのは全然苦じゃないです。私は知らない町がいいけど、行くなら。でも知らん町だったら何でもできる、本当に。一人居酒屋は行ったことないね。うん、そうね、居酒屋さんは行ってもお酒飲んだことないです。うん、しゆちゃんと行った時も普通にご飯食べただけって感じチキン南蛮とかね、タコ唐揚げとか、そう、サラダとか、いろいろそういう普通にご飯を食べたって感じ。知らない街最強。そう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 、
あ、そう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 、一人でいると陰キャって、そう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 、それが嫌だ、私はすごく。お、10日ありがとう。それじゃ友達ね、おるよ、おります、います。そう、一人旅行は本当に楽しい。なんか気使わせなくて済むじゃん。誰の気も、誰のことも気にせずに、そうそう、自分が思うままに、そう、活動できる、行動できるし、そう、誰のペースにも合わせんで、自分のペースでもうゆっくり、もうゆっくりしたかったらゆっくりできるし、急ぎたかったら急げるしみたいな、めっちゃいいと思う。好きですね、私は。結構一人の時間も大事じゃない？ずっと一人は寂しいけど。だって知らない街でファンの人に会って、さあの一人って言われちゃうよ。で、待って、それも恥ずかしいね。確かに。だって東京とかだったらね、それこそそうだよね。確かに。いや、私は、皆さん、私は一人行動結構得意なので、一人でいると思ってくださいね、東京とかでもし見かけたら。 どこでも行けちゃうからな。そう、お友達とかとおるのめっちゃ楽しいし、もちろん好きやけど、一人でも行ける。あー、でもさすがに一人でディズニーとかは行けない。テーマパークとかは、あー、行けないっていうよりは楽しくなさそう。だから2人がいいな。2人が、ベスト。レイさんが、一番一人まるまるに強いと思う。なるほど。私も一人強いな。何でもできる。旅行ができるぐらいですからね。一人で大阪行けちゃうし。一人東京、一人大阪、一人名古屋は行ったことあります。あ、一人福岡もある。鹿児島、一人鹿児島もある。かな。この5県は一人で行ったことあるかな。一人海外。ああ、一人海外ね。一人海外はな、英語喋れんからちょっと不安かも、それは。ハワイならいいのかな。ハワイってさ、結構日本語通じるって言うよね。一人映画はある。ディズニーランドで推しアトラクション。ランドですか？ランドはね、待って待って、 C ばっか出てくる。ランド、ビッグサンダーマウンテンだっけ、名前。いいかな。王道。 C やったらレイジングスピリッツとタワーオブテラーが好き。もう出ちゃったことないってよね。そう、台湾。お、台湾って日本語通じるのかな。台湾って何があるっちゃろ。ランドはもうあれがめっちゃ最高。名前が出てこんくなった。プロジェクションマッピング。
パレード。うん。台湾は結構日本語通じ、あ、結構みんな行ったことある？屋台がある。すごいね。台湾ってどんなとこなんだろう。うん、台湾いいね。海外か。海外ならでもあのイタリアとか、うん、フランスとか行ってみたいな。ハワイとか、なんか食べ物美味しそうなところに行ってみたいね。食べ物と、うーん、景色最高なとこに行きたい。そう、イタリアとかやったらイタリアン食べれるじゃん。そう、なんか海外って結構日本人の口に合うところと合わんとこあるって言うから、そう、ちゃんと食べれるとこがいいな。うん、せっかく行くなら。台湾グルメ、エイトの台湾でのイベントにて、すごいね。海外にまでファンの方はすごいよ、本当に。うん、地中海ね。うん、なんかさ、バチカン市国とかってさ、何があるか分からんけど、バチカン市国とかってもう1日で回れるくらいに狭いっちゃろ、ちっちゃいっちゃろね。パスポートもいらんくらいに。台湾はスイーツのイメージ、確かに確かに。あのタピオカのなんかね、違う種類とかね。あ、タピオカって台湾だっけ。エッグタルト、確かにスイーツ美味しそう。高城亜紀さんが一人旅した、すごいね。番組の企画でも一人旅か、すごいね。うん、すごい。イタリアね、イタリアね、めっちゃ友達と一回考えたことあった。でも本当にめっちゃ高かった。うん、イタリアは何円するって言ったっけ、30-40万円するって言ってたかな、旅費。うん、30-40万あったらいけるみたいな、楽しめるみたいな。高っと思って、無理無理無理ってなって。そうそう、お友達と高校の卒業ぐらいの時に、そう、一回考えたことあったけど無理だねってなって。そう、高いよってなって。そう、ローマの休日。すごい、倉持飛鳥さんの。沖縄から福岡行くより安い。あー、近いよね、確かに。台湾って往復2万、安い安い安い。飛行機か、飛行機で行くのか、船じゃなくて。あー、そう考えるといいね、海外に行ける。でもパスポートいるでしょね。パスポートいるよね。イタリアのピザの食べ方って、表と表を合わせて2枚重ねに食べるって聞いたことある。ああ、こういうこと、こういうことやろ。なるほどね。サトルさん、こんにちは。宮崎県代表のやみさらのです。ぜひぜひツイッターもフォローしてください。うん、あー、確かに。
いいね。なんかちょちょいのちょいってハワイとか行けたらめっちゃいいなって思う。ハワイ、なんかどこか行きやすい国他にないの？台湾でも行きやすいのか。グルメね。パスポート持っちゃらんよ、だって海外行ったことないもん。パスポートでもさ、なんか取るのに2週3週間くらいかかるってなんか聞いたことあるかも。パスポートってお金かかる？作るのに高いのかな。フランスの首都パリは花の都？すごい、花。エッフェル塔いいね。エッフェル塔行ってみたいな。かわいいよね、なんか。これはなんて読むんだ。なんちゃらもん。エッフェル塔ね。なんかエッフェル塔いいね。待って待って。ねえ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 。あれはフランスかな？私が言いたいのは何だっけ？美味しいやつ。凱旋門か。凱旋門。なんか見たことあるかも。あれ？タルトじゃなくて、こんな。タルトじゃなくて、昨日話した。スタバにもある。なんだっけ？スイーツ。あー、出てこないや。もやもやするの。なんだっけ？ガレットじゃなくて、トリュフじゃなくて、なんだっけ？違う違う違う。全然違う。待って待って。四角くてさ。ワッフル、ワッフルだ、ワッフル。ワッフルってフランス？すごい、なんでワッフルがこんな出らんかったっちゃろ。ガレットってなんやっけ？霧の都。ロンドン。ウィーン。音楽ね、確かに。有名だよね、オーストリア。ワッフルってフランスですか？ワッフル美味しい国に行きたいな。トリュフ？あ、私が言いたかったんだよ。トリュフってそっちのトリュフじゃなくて、チョコレートのトリュフの方。スイーツ。そうそうそう。ワッフル、フランスですか？パスポートは有効期限中。あ、ええー、パスポートって有効期限10年もあると？あ、10年と5年があるっちゃ。1万8000と1万3000。あ、そんなに？思ったよりだった。なんか2万円とか3万円しそうって思ってた。なんか最初はパスポートにお金がかかるとか思っちゃらんくて。で、なんかお友達からなんか聞いて、お金結構高いよみたいな。2万、2、3万と思ってたけど、1万8000、1万3000。高いけど、それでも、思ったよりは低くてよかった。想像よりは。あ、5年。でもさ、本当に海外に行くって分かった時に買わんと、もったいないってことやろ。ね。しかも10年買ってて1回しか行かんかったらちょっと損だよね。みんな持ってる？ベルギーワッフル。あ、ベルギーなのかな、ワッフルって。ワッフルってどこ？分からん。フランスっぽいなって思ったけど、ベルギーっぽいね、確かに。
若いうちにと、まあ、行動力もそうだしね。確かに、なんか、なんて言えばいいかわかんないけど、足腰がしっかりしてるうちというかな、なんて言えばいいかな、ちゃんと元気なうちにね、確かに行った方がいいかもね。確かに行ってみたいな。で、私本当に食べ物が美味しい国がいいです、行くなら。なんかさ、すんごい結構ね、私あるんだよね、あの好き嫌いがめっちゃ多いとかそういうんじゃなくて、なんか食べたいって思うやつと食べ、そうじゃないやつみたいな。イタリアとかいいね。そうなんか何でもかんでも食べたいって思わないから、そうなんだよね。なんでこんなにイヤホンって絡まるの。サーノンとツーショットでパスポート、ツーショットの写真ってさ、ツーショットの写真じゃない、パスポートの写真、じゃツーショットでもいいってこと。ダメでしょ、ダメだよね。いや違う、そういうんじゃなくて、本当になんか美味しいもの、なんて言うの、なんかさ、こう自分、なんて言うの、なんか海外言うじゃん、なんか海外のお食事って日本人の口に合うとか合わないとか、なんかどこやったかな、どっかにね、お友達が海外に行った時に、食べ物が美味しくなかったって言いよって、そう、行く時はなんか買って持って行った方がいいみたいな、どこの国やったかな、そう言いよったから、そう、それはちょっと悲しいよなって。サーノンとのツーショットならいいじゃない。ダメでしょ、いいなら嬉しいけど。イタリアン食べてみたい。でもイタリアはなんかガイドさんついちゃうと危ないって言われたから、その前も話したかもやけど、そうそうそう、ハワイ楽しそう。景色綺麗なとこに行きたいな、景色、海が綺麗なところとかお散歩したい。スペインで食べたパエリアが美味しすぎて忘れないですね。めっちゃオシャンじゃん、スペイン行ったことあると、すごいね、スペイン、イビサってスペイン、あれはどこ、イビサがあるのスペイン、あそこは。スペインおしゃれだね、パエリア、やっぱ本場のものが一番おいしいのかな、食べ物って。いいね。オーストラリアとかどうなんだろう、オーストラリア行ったことある方いませんか。でもオーストラリアは南半球だから季節逆なんだよね。だから冬に出発したら夏、着いた場所は夏なんだよね。でしょ？そういうことでしょ？なんか海でクリスマスするみたいな、なんか言ってたよね。面白い。
一番おいしいやん。いくら風景が美しくてもそのスラノンの美味しさに、美味しさじゃなかった、間違えた、美しさにはかなわないからなって、かわいすぎる。ドマンさん、香水と糸タレモンキーサクさんありがとう、カズニーさん焼肉ありがとう、嬉しい、ありがとう。そうね、なんか海外行ったことあるよって方教えて、海外どこの何が良かったよとかありますか。シンバがサラちゃんが見せてそう、でめっちゃシンバ高くなった、本当に生きてんのっていうぐらい、まあ自分の体温だと思ってるんですけど、めっちゃあったかい、あったかいね、シンバもっとあったかくなって、あったかい、本当にあったかい、みんなシンバいいよ本当に、冬秋、うん、みんな他に行ったことあるとこない？今台湾とスペインが出てきたかな、うん、幕張メッセの握手会の次の日に夢の国行きたいと思ったことある。あ、私ね幕張メッセ行ったことないんですよね。そう、私は多分パシフィコ横浜しかないですよね、うん、幕張行ったことないな。そう、ディズニー行きたいな、なんか最近行ってる方多いじゃないですか、行きたい本当に。昨日幕張メッセ行ったよ、昨日何型と、昨日何があったっけ、昨日何型と、行きたい、いいな幕張メッセ、いいですね。ね、今日もさ、こっちの目おかしいんだよね、私。サーノンが半袖、カナが袖で、宮崎の気温を想像する。今日、この頃。おぉそういうこと？そういうことね。今日長袖着てますね。でもさっきまで半袖着てたからな。でも、寒いよ。普通に。寒いよ。みんなそうやって想像してんのかな。宮崎県は今何度だって言うの。ああ ST48 さんのお話し会か。幕張メッセで会ったと、すごいね。広島とかじゃないっちゃ、意外にも。なんか瀬戸内でやってると思ってた。やばい、新馬のさ、シンバのさ、この尻尾が大変なことになってる。ここはめっちゃモフモフだけど、こことか、寒いよね、めっちゃ寒い、うん、わかる、寒い、はいけんね、ネイルがさめっちゃ剥げてきてね、本当に悲しいの。もうこの指とか見て、どうしたって感じ、本当に。メイク変えたい。シャンプーしてあげて、もうガッサガサになるよそれは。かなり前だけど、うん、フランスパリのモンマルトの丘がよかった。モンマルトの丘、モンマルトの丘、すごい、モンマルトの丘、モンマルトの丘調べてみよう。フランスパリ、モンマルトの丘、
すごい。何これ、白いなんか建物、モンマルトルか。すごい美しいね、聖堂みたいな。すごいすごい。21度しかないけど日差しが強くて汗だく。沖縄あったかいな、やっぱ沖縄あったかいね、いいね。沖縄行ってみたいな、本当に。沖縄マジで行きたい。うん、沖縄でサーターンダギー食べたい。ソーキそば美味しいのかな、食べてみたいな。ソラハ、すごい、ソラハすごい、名前も漢字も。シンバとずっといると温かい気持ちが良くて離れられなくて、そう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 、本当に離れられん。これ2時になっててありがとう。沖縄なら飛行機乗ったらすぐじゃん。そうや、そうだよ、そうだよ。沖縄ってさ、待って、どこの県も一人で行って大丈夫か、さすがに。日本だもんね。沖縄って一人でも行ける？沖縄ってどうやって移動するの？電車？バス？あと一人で行けるんですよ、どこでも。沖縄も一人で行けるかなって思って。沖縄はラフテー、遊郭に、海ぶどう。海ぶどうってどんなの？モノレール？モノレールあると？あ、違う違う違う、飛行機降りた後、飛行機降りた後、もちろんもちろん飛行機乗りますよ。船では行けません。基本レンタカーか、レンタカーね。あ、でもレンタカーに乗ったところで沖縄の道わかんないからちょっときついよね。あ、ナビ、ナビってこと？歩いてはいけん、いろんなとこには。梅雨のジメジメが嫌で何も考えずに沖縄行ったこと。いやー大変。あ、モノレールがあるっちゃ。え、すごい。あ、国際通りとか有名ですよね。国際通りにとりあえず行ってみたくて、全然詳しくないから、まあ国際通りに行ったら何でもあるのかな、分かんない。国際通りと、国際通り、あとなんかさ、綺麗なさ橋みたいなのあるじゃん、よく写真で見るところ、あそこ渡りたい。うん、海行きたいよね。本島行かずに、あ、本土行かずに、すごい。離島巡り、おー。あー、チュラ海水族館行きたいね。チュラ海水族館行きたいな、確かに。モノレール乗り放題券を買って移動した。あ、モノレール本当に通ってるっちゃ。あ、じゃあ沖縄は電車じゃなくてモノレールが主流なんですね、じゃあ。国際通りと首里城ね。あ、モノレールで行けたってすごい、いいね。沖縄の島巡り楽しそう。絶対どこ行っても綺麗でしょ。モノレールは那覇市内だけだから。あ、免許持ってる友達と一緒に行くか、
行くしか、うん、なるほど。美ら海水族館は、あ、海なんだ。あの橋は行けないってことね。レンタカーか。そっかそっか、レンタカーね。レンタカー。ナビついてるよね、さすがに。でもモノレールで結構行けるなら、あの美ら海水族館行きたいしな、どうせなら。いいね。モノレール。モノレールなんだ。トヨタレンタカーいいですね。確かに。沖縄楽しそう。沖縄の、じゃあ沖縄のおすすめの季節はいつですか？雨が少なくてちゃんと晴れてる日がいいです。沖縄せっかく行くなら。そう、沖縄にせっかく行くならね、晴れた快晴の日がいいですね。梅雨明け？梅雨明けか。7月ぐらい？沖縄って梅雨早いよね、始まるの。いつぐらいに終わってる？そう、沖縄台風多いよね。冬しか行ったことない。冬、沖縄冬寒いのかな？あったかい？あ、やばい、沖縄行きたい。ゴーヤーチャンプル好きなんだよね、私。めっちゃ意外でしょ。私ゴーヤー好きなんですよ。ゴーヤーチャンプル大好きで。沖縄有名じゃん、ゴーヤーチャンプル。沖縄の食べ物だから。ゴーヤーチャンプル食べたいんだよね。6月末に開ける。お、じゃ7月に行くといいかもね。サノンが行くときは俺もてるてる坊主作って晴れるように、ね、願っとくって。嬉しい、祈っとくって。夏の沖縄良かったよって。あ、暑い、そうだよね。でも絶対楽しい。待って、そこは明日は難しいよ。宮崎でもゴーヤ食べるんじゃない？食べるけど、ゴーヤチャンプル普通に食べるけど、でもやっぱ沖縄の食べてみたいじゃん。夏とかってさ、こうセブンイレブンとかにゴーヤチャンプル置いてたりとかするじゃん。そうね。だけど本場のが食べたい、やっぱり。ゴーヤチャンプル、チャンプル好きですね。自動車運、あ、免許、ゴーヤチャンプルよく作る。おお、以前作ったやつついたらあげて、食べた気分になるね。飛行機さんの作ったゴーヤチャンプルを食べた気になっときます。なんか美味しいよね、ゴーヤチャンプル。ゴーヤ美味しいよね。ゴーヤ美味しい。私好きなんだよね、ゴーヤ。私意外なものが結構好きで、意外なものが嫌いだねって感じでよく言われますよ。なんかみんながあんまこのマヨのやつが好きで、そう食べれて、みんながめっちゃ大好きなものが食べれんとかある。まあ、ツナマヨがそれ、典型的なそれですね。あとフルーツの柿とか、ゴーヤも
好き嫌いめっちゃ分かれる食べ物じゃん。両方大好きなの。まあ健康的な方がなもの好きだよね。考えてみたら、あ、パクチーは嫌い。あ、パクチー嫌いって言っちゃいけないんですね。パクチーは嫌いってより食べたことないけど絶対嫌いだと思う。セロリも、うん。サーターアンダギーは沖縄で食べてから好きになった。おー、サーターアンダギーはね、普通にスーパーにも売ってるっちゃけど、パン屋さんとかにたまにあるじゃん。あれがめっちゃ美味しかった。とかさ、前さエブリワンあったじゃん。エブリワン の, あのサーターアンダギー最高だった。うん、朝早くに食堂でみんなステーキ。ステーキいいね。ステーキ最高。え、沖縄の朝ステーキ食べるってこと？ウィンク。初パクチー配信。まずさ、パクチーさあんま売っちゃらんくない？パクチー自体見たことないかも。いや興味ないからスーパーに行っても目に留まらんだけか、本当に売ってないか、どっちかだよね。パクチーってどんな味がするの？大阪、大阪の、そっか。でも買って食べるときはクッキングシートで油めっちゃ取ってから食べる。そう、サタンダギーすごい油吸ってるからギュッてして、そう食べますね。沖縄ってよくステーキ食べる。え、そうやっちゃん知らんやん。宮古島ね、行ってみたい。お酒の後にステーキ。待って、おしゃんだね。沖縄おしゃんだね。パクチーの味がする伝わんないよ、伝わらんよ。パクチーは、いや待って、いややめとく、言うのやめとくわ、言うのやめとく、言うのやめとくけど、なんか私の想像ではああいう味がしそう。いやパクチー好きな人にちょっと申し訳ないから、絶対2275名の中にはパクチー好きな方いるよね。やめとく、やめとく、ちゃんとやめときます、言うの。うん、パクチーの商品とか徐々に食べて。ああ、食べません。確かに油っぽいけど、油取ってまでサーターアンダギー食べたから。そうよ、もうね、サーターアンダギー大好き。サーターアンダギーちょうだい。言ってくれないと気になるって。そうだよね、そうだよね。でもね、本当にこれ言ったら、あ、パクチー好きな人に申し訳ないから。しかもめっちゃ買ってないイメージだしね。いや、なんか私のイメージなのか、なんかどっかで聞いたことあるのか、どちらのかわかんないけど。いや、もちろんね、チャレンジ企画は面白いだろうけど、まあ、パクチーはごめんなさい、無理ですね。いや、ゴーヤとかやったらよかったけどね。ゴーヤも、うん、残念ながら私めっちゃ好きなので。うん、そうだね。ピクルス、ピクルスは、あ、ピクルス苦手ですね私。あのマックのさ、チーズバーガーにさピクルス入ってるじゃん。
あれも抜きますね。あ、ピクルス抜きでっていうわけじゃなくてあげます、家族に。うん、よ、え、なに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 、よ、羊羹じゃないよね、なんだろう、え、なになになに、よ、よ、え、それやばいもの、よ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 、待って待って待って、ヨーグルトでも合うけど絶対ヨーグルトじゃないから、え、なんやろ、しかもひらがなのヨモギでもないし、実際した絶対変なものじゃん。国際通りにあったサーターアンダギーの有名なお店、めっちゃおいしかった。行きたい、沖縄行ったら食べておいでて、食べるわ。そうね、パクチー、そうね、好きな人が食べればいいさ。確かにピクルス抜き注文すればいいけど、でもあのマミとかピクルス好きだからもうあげるよね、あげた方がいいよね。いや本当に、何何、よ、よって何、私は違う、私はちょっと違うものなんだよね。か、私はかですね。よって何、よ、よ、よから始まる変なものってなんかあるっけ。生き物、あーやっぱ生き物なのか、よ、やっぱ生き物だよね、よ、パクチーだけは無理だったってすごい。豆腐、妖怪って違う、よ、5文字やったよね、あ、4文字、よ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 、待って、よ、え、でも、え、違うの、そう、よじゃなくてかから始まるやつを私は想像してるの。そう、想像してるし、なんか聞いたことあるような感じがする。でもあの、もうでもね、本当にそれ食べたことないし、偏見かもしんないけど、匂いがそうなんじゃない、匂い、香りがそうなのかな、なんか聞いた気がする、聞いたからそういうイメージを自分が持ってるのかもわからんけど、多分そう。そうか、私はかから始まる。よ、よ、よ。え、待って。か、飛行機さんもか？飛行機さんはよ。あ、カブトムシ。カブト、あ、なるほど。カブトムシ。正解？うん。パクチーとミント、チョコミントはいけるよ、美味しいもん。か、あ、か、一緒、一緒、あ、じゃあ一緒だわ、一緒だわ、絶対一緒だね、うん、4文字。4文字、一緒一緒、私も飛行機さんと一緒だ。あ、本当にそういう味がするっちゃ。味っていうより香りでしょ。香りだよね、きっと。うわー、私は無理だな。やっぱそう合ってるっちゃ。
一生食べませんね、私は。きっと一生食べることはないでしょう。もうめっちゃ嫌いなので、あれは本当にあれやばいよね、本当にめっちゃ香りやばい。ね、パクチーは香ったことないな。こんにちは、宮崎県代表の海空野です。ぜひぜひツイッターもショルマもフォローしてください。うん、いや本当にね、大変な香りがするのですよ。もう絶対みんな分かったと思う。みんな多分ね、分かるよ。かから始まる4文字は想像したしちゃったじゃんって分かっちゃった。ちょっとパクチー嫌い、あ、パクチー大好きな方には本当申し訳ない。うん、パクチー好きな方もとことん愛してあげてください。うん、全然何話についていけないかな。なんだろう、みんな絶対分かったと思う。うん、さすがに。パクチーを食べたことがない。一緒、私と一緒。私も食べたことない。え、待って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 そこまで書いたらあかんね。そこまで書いたらあかんよパクチー食べたことないから。そうよね。いや、もうみんなこれで分かったと思う。うん、そう、モノマネ、モノマネなんてないよ本当に。モノマネなんてない、ただただ臭い。うん、面白い。でも合ってます、うん、そういうイメージ。うん、パクチーサラダはちょっと、うん、その匂いがちょっと、多分誰でもその匂いは好きじゃないと思う。好かんと思う。うん、普通にね、好む人はおらんよね。私はいないと思いますよ。臭いってお願いって、だって臭いっちゃもん。ごめん、パクチー。いや待って、パクチー香ったことないから分からんけど、そういうイメージがあるので。うん、待って待って待って、もうみんなダメだよ本当に。完成しちゃうじゃん、そんなとこまで書いたら。でも考えよろしいですね皆さん。まあそういうことですよ。答えは言いませんけど。うん、待って、そうだそうだよね。ダメダメダメ、そんなこと言っちゃダメ。うん、分かってます分かってます。あ、一意見なので、一意見というか、うん、食べたこともないのでね、勝手なイメージですよ。確かに、でもパクチー好きな方めっちゃ好きじゃないですか。そう、パクチー料理食べに行くみたいな。そう、食べれたらおしゃれだよね。パクチーっていう名前めっちゃおしゃれやもんね。パクチーってどこの国の野菜ですか？野菜だよね、あれ。葉っぱですか？そう、本当に飛行機さんの言う通りです。個人差があるし、個人の見解なのでね。パクチー大好きな方、パクチーとことん愛してくださいね、これからも。
タイ、タイか。すごい、タイなんだ。フォーとかに入ってんのかな。じゃあベトナム、どっちだろう。まあベトナム、タイ、そこら辺ということですよね。セロリは食べれるのってこと。セロリは、セロリね、ちょっと前にさ、私がさ、高見菜さんのさ、高橋みなみさんの料理本買った時に届いたお野菜ってセロリだったっけ。なんか違うっけ。違ったかな。セロリ食べたことあるような内容なって感じなんだよね。でも多分好きじゃないと思う。好かんと思うね。でも今見てる人の中にはパクチー好きない、好きはいない気がする。そうね、確かに今現在ね、見てる方確かにそうかも。あ、ケールか、ありがとう。じゃあセロリ食べたことないです。でも多分嫌い。なんかみんなが癖あるって言って嫌いって言うから多分嫌いみたいなで、そういうの多い。なんかみんながめっちゃちょっと匂いがとか、ちょっと味こうなんだよねとか聞くと食べたいと思えない。あ、ケールか。ケールね、しおれちゃった。ケールね、ケールは、でもあのサラダにしたら美味しかったけど、チーズがたっぷりかかった。普通にケールだけってなったらちょっと難しいかも。なんかケールは、ケールは、いや、ケールもちょっと言えない味がした。言えない味がした。けどケールは食べれば食べれますよ。これは絶対言いません。言わんけど虫じゃない。とりあえず虫じゃないです。これは言いません、絶対にでもケール食べたことある方はわかると思う。なんとなく言えない。そう、私ね、私すごい多分あれなんですよ、例えが独特というか、ちょっと言えない例え方をすることが多いから言えないですね。そらのんと食べれないもの同じすぎてもはや笑けてきた。そうだよね、みんな一緒じゃない、結構こういうのって。カレーにはコリアンダー、あれ葉っぱのこと違う、春菊、あ、春菊めっちゃ好きよ。春菊ってさ、あれやろ、春菊って、合ってるか分からんけど、あっちか分からんけど、すき焼きに入ってないですか。すき焼きに入ってる緑の美味しい葉っぱじゃない。セロリはソフリッというイタリア料理のベースに入ってるから、知らないうちにきっと食べて、じゃあセロリ食べれますよ。じゃあセロリ食べれます、食べれますよ、きっと。パクチーはタイ由来で中国語の由来。シャンツァイ、シャンツァイ、コリアンダー、すごい。なるほど。いや、本当にケールはでも独特な味だった。あの高見菜さんの料理本に塗って載ってるレシピで作るケールは食べれますよ。けど好んでは食べんし、スーパーにあっても買おうとは思わない。買おうとは思わんかな。まあでも今日の夜ご飯ケールサラダだよとか言ったらさ、めっちゃおしゃんじゃない。めっちゃおしゃれよね。
言ってみたい将来。今日はケールご飯、ケールご飯じゃない、今日はケールのサラダとケールサラダとパクチーサラダだよとか、めっちゃおしゃれじゃない。ちょっと出てきてほしくないけど、うん、サラダって食わず嫌いって、あーめちゃめちゃ言われる。そう、食わず嫌いです、とてもとても。でも多分本当に食べれないと思うよ、食べても。とりあえずないですね、とりあえずは。おしゃれやけど家で出てきたらめっちゃ嫌やそんなこと言わんでよ。今日はケールサラダとパクチーサラダだよん。って答えてみたいね。おしゃれじゃないですか。絶対に嫌だけど、本当に。確かにケール色。いや今日ね緑を着てる理由があるの。まあ当ててくださいよそれは。うん、少し入ってる程度なら普通に食べれると思う。うん、確かに食べてるかもね、知らんうちに。お店のお料理とかで。うん、そう。いや今日ね緑を着た理由は何？今日はね、あもう答えいますね。今日はラッキーカラーが緑だったんですよ。だから緑着ました。単純です、すごく。そう、理由がある。カッパになりたいから。違うやっぱこれって時差があるのかな。ね、すぐ答えた。そう、すぐ答えちゃう。めっちゃ単純でしょ。そう、すごい単純。今日の私の7月生まれのラッキーカラーが緑なんです。今日何だったっけな、ラッキーカラー緑でなんか忘れた。チカパ祭り、違う違う違う、今日ラッキーカラーが緑なんです。そう、今日何しようかなって思った時に、今日ラッキーカラー緑だったじゃんって言われて、あもう緑に着ようってなって、緑が半袖ばっかりだったからこれにしました。深緑はお金が貯まるらしい。これ深緑ですか。ラッキーカラー緑の、そうそうそう、おお7月生まれ、じゃあ今日緑のもの身につけるといいですよ、きっと。幸せが、幸せになれますよ、きっと、きっとね。単純なので私。この前キノコだったら絶対毒キノコだよ待って、面白すぎるっていう色の服着てた人見かけたって面白すぎるでしょ、面白い。どんな色、毒キノコって。めっちゃ茶色ってこと。なんか今日面白いね、なんかコメントすぐに答えに近い回答が来たり。毒キノコってどんな色してんの。うん、毒キノコ、あ赤い、赤いやつ、あれが毒キノコ。原色のイメージ、キノコの原色って茶色？
斑点がある感じの色。あー、このロマンさんのスタンプのやつと一緒。うん、待って、8月のラッキーカラー、ちょっと待って、8月ね、何やったっけな。8月はなんだっけ、エスプレッソを飲むといいんじゃないっけ。今日エスプレッソだった気がする。いや、色は覚えちゃうんけど、エスプレッソ飲むといいみたいな感じだった気がする。うん、6月、6月、6月何色だったっけな。6月覚えちゃらんな。6月はえ、6月ね、待って待って、6月今日何位だったっけ。1月がね、1月の方おらん。1月がねシルバーだった気がする。うん、なんか12位とさ1位の人はさ、ちょっと覚えやすいよね。イメージは赤、毒キノコ。赤いのが毒キノコ。毒キノコって赤いんだ。1月、お、多分シルバーですよ。シルバーですよ、多分、確か。待って、今日年末ジャンボ買うのやめようって。単純じゃん。今日でも自分が何位だったかちょっと覚えてないんですけど、緑なんですよ、ね、緑だったんですよ。何位ぐらいかな、分かんないけど。そう、エスプレッソ。俺コーヒー苦手やからコーンスープでダメやろ。エスプレッソって言われたのにコーンスープ飲んだらもう意味ないよ。うん、いいよ、コーンスープで何が起きるか。コーンスープ飲もう。じゃエスプレッソコーンスープでいいっていう人は初めて。せめてカフェオレにしてあげて。そうね、よく覚えてるね。そう、なんかなんとなくね。そう、エスプレッソ、8月がエスプレッソを飲むみたいなやつで、7月が緑で、そう、1月がシルバー。うん、結構ラッキーカラーの色を見た日はショールームの色それにしてるかも、洋服の色。いいね、宝くじ。さあ、のってエスプレッソ飲めるのって。エスプレッソ、エスプレッソってさ苦い。エスプレッソは砂糖入れたら飲めると思う。甘くなったら多分何でも飲める。うん、飲めますよ、飲めます、甘くしたら。サーノンの許可が出たからいいことあるようにコーンスープ2杯飲む。飲んで飲んで、いいよ、じゃんじゃん飲んで。ラッキーカラー金色だったら金の服って、それはないもん、それはないから金の自分の持ち物を触る。うん、そうね、宝くじを買うのが夢です。おー、いいじゃん、いいじゃん。なんだっけ、削るやつあるじゃん。そう、めっちゃさちっちゃい頃にさ宝くじ憧れるじゃないですか、やっぱり。でも、でもなんか年齢制限あるじゃん。だからおじいちゃんに買ってもらって、そう、スクラッチ削るやつ、番号、好きな番号削るやつ、
好きな番号書くんだっけ、削るよね、確か削るよね、それ削るんだっけ書くんだっけ、なんかあるじゃん、とりあえず。そうスクラッチやったことあった、そう削るか、うん、おじいちゃんに買ってもらって削ってました、小学生の時。そうやりたくなっちゃうよね、スクラッチ削るか、うん、そう、それやってた、なんかやりたいって言って5枚ぐらい買ってもらって削って、なんかさ新聞かなんかに番号出るよね、そう、なんかひたすらね誕生日、家族の誕生日とか親戚の誕生日を削り寄った番号買っちゃうよね、でも全然買ってないですよ、うん、なんだっけ、年末ジャンボ絶対に300円当たるかなんかあるよね、外れても。ロト7、それロトじゃないの、え、分からん、の削るやつ、番号、番号削って、あ、違うわ、機械に通すのか、何日後かに、あ、次の日以降なんかあるよね、その機械に通したら分かるみたいな、機械って言ってもあのそのお店の人にやってもらうっちゃけど、そろそろジャンボが当たる予定なんだよね、うん、そう10枚連番で勝つ、そうそうそう、それそれそれあるよね、なんか、あ、それはやったことないです、私は。え、10枚のやつってさ、いくらすんの？3000円ってこと？1枚300円とかだよね。3000円で300円、300円しか利益なかったら悲しいね。3000円か。3000円ね。みんな当たったことある？当たったことありますか？すごくいい色だねって、いい色でしょ、ギフトを持って買おうって、寄付？やだよ、1万円当たったの、すごいいいじゃん、それいくら使って1万円当たったの、なんかさ300円だけでさ1万円だったら嬉しいよね、おみくじとかなら今日が出た時は運悪くなりたくないからお友達がいます、うん、予算額が限度を超え迎えたら宝くじに変更してもいい、え、10年以上分かっちゃうんかも、9000円分買って6000円しか当たらん、ああ損やね単純すぎて損やね、うん、美味しいもの食べた方がいいよって、そうね、美味しいもの食べた方がいいね、確かに買ってみたいけどね、お仕事に専念できるくらい当たってみたい、そうね、いいねそれ、最高最高じゃん、そんなの、うん、でもいいよね宝くじって、なんか夢あるよね、やったことないけど、自分でちゃんと当たったらいいよね、何十万とか
だってさ、5億円とか当たってる方いるんでしょ。すごいよ。一生暮らせちゃうよね、5億円とか。余るか、一生でも。使おうかな、決めとかないと。確かに。でもさ、こう1万円分とか買ったとするじゃん。でさ、当たらんかったらさ、めっちゃショックじゃない？そう、ショックだよね。絶対ショックだよ。なんか食べ歩きとかしたいなって。いいね、浅草とか。場所によって人生左右する。どこが当たりやすいと？銀座とか？なんかあるがね、当たるとこ。あるよね、なんか。ここで5億円が出ました、みたいな。でもさ、5億円当たった方とか3億円とか当たった方ってさ、何枚買って当たったんだろうって思わん？当たらんかったら次こそってなる、なりそう。それでどんどん使ってしまうっちゃろうね。もし当たったらさ、脳にあげちゃう。本当にくれると思う。そうね、銀座のチャンスセンター、すごい。5億円とか億単位当たった方って何枚買って当たったのか気になる。どれを買って当たったのか気になるよね。1枚で当たる人はいなさそう。でもチャンスセンター読め、チャンスセンター、いいね。2000万当たったら会社人会社で、2000万当たった人会社にいる。待って待って待って、すごい身近にいるじゃん。夢あるね。すごい、何枚買ったんだろう。すごい夢あるね。宝くじ夢あるわ。いいね、めっちゃ気になる、何枚買ったのか。だってそれでさ、1枚買った当たったとかだったらすごいって。家のローンの支払いで全部消えた。あ、すごいね。すごい、ちゃんと。でもそういうのにちゃんと使ってて、待って待って。さあの当たって一等当たってニュースになって、夢当てたらニュースになって夢になると思う。そりゃあね、一等当たったらニュースになるでしょ、誰でも。普通の方でもなりそう。今日何億円当たりましたみたいなね。自分の会社にも3000万当たった人いて、半分遊んで半分仕事して。すっごい、すごいね、みんな。すごい、目がキラキラする。なんか1枚で当たった人確かに絶対おらんよね。サーモンとリアルお話し会で話すのが夢。いいね、話したいね、早く。最高。奥当たったら仕事辞めるかな。いや、辞めるでしょ、みんな。辞めてバカンスにするんじゃない？あの
ハワイとか行くんじゃない？住むんじゃない？ねえ、ニュースになったら寄付してって来るから大変だよ。あー嫌ですねケチかよって普通の人ならニュースにならないよって。 AKB メンバーが当たったって面白いや。確かに、でも普通の人でもなるじゃない。今日このお店で何歳の方がいくら当てましたみたいな。ニュースどころか月9でドラマできるんじゃないもうそんなことある？宝くじ当たったら、まあ、一等やもんね。一等当たったらね、なんかなりそうね。確かに外国は不便やから住みたくないって。おー、なるほどね。まあ、英語喋れてたらないいよね。ちょっとは楽じゃない？英語喋れんともう何もかも一からって感じじゃん。うん、そこスーパー行ってお金払うのも大変そうだし、ドルとかいろいろあるじゃん。ねえ、僕当たったらサウナの握手会10枚プラスで買います。イエーイ。もう何百回でもいいよ長岡太郎さん、タコさんとモキキアイスクリーム、いいね、卵、タコさんありがとう。ドマさん、かわいい、ありがとう。長岡太郎さん、ありがとう。ありがとうと、花束、風呂敷、モンキー、タコさん、ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。100円の宝くじ、100円の宝くじは何が当たると？それも一緒？宮崎でマンゴー育ってよかな。おお、育ててよ、いいじゃん、おいしいマンゴー育てて。うん、100円のやつはどういうやつ？100円？でも100円で1万円当たったら最高だね宝くじか、いいですね。そういう季節なのか。みんなはもう、あったかい。サッカーくじ、すごい、そんなのあるの？トト、ジャンボ、ジャンボ、年末ジャンボよく見るよね、CM とかで。今日からだって、みんな今日から。24日、今日から、すごい。明日じゃないっちゃ。1等1000万円、夢あるね、すごい。100円で1000万だったらどうしようなんかさ、こういうの想像するとすごい楽しいよね。どうする？100円しか買わんでさ、1000万円当たっちゃったらどうする絶対ないよ、絶対ない。いいね、親孝行、いいですね。確かに1000万円当たったらすごくない？100円だよ、100円。
すごいね。当たったらとりあえず貯金する。偉いね。待って、不幸な始まりそんなこと言わんでよ。夢のある話をしてるんだ。夢あるね。一等はでも1000万円なのか。ドツボにはまってくよって。1000万円やったら生活は変えないかなって。すごい貯金。前に誰かショールーム配信で宝くじ当選確認してた人いたね。おーすごい、そういう配信も面白そう。宝くじ当たったら無料握手会よろしく。なんで無料で握手会。面白すぎるでしょ。1000万円なら豪華な料理1回食べるくらいか。みんな意外とさ貯金、貯金派。意外と意外としっかりしてるわみんな。うん、しっかりしてるね、みんなちゃんと貯金してる。すごい。またねってありがとう。いいね、すごい。何するかな。ミス前って何ができるんだろう。なんか数字が大きすぎてわかんない。何ができるのか。お家は、お家建てれるのはいくらから。1000万円か。100万円10個でしょ。なんだろう、お高い車とか買える。車は買えるよね。一緒に寝てるハリネズミのぬいぐるみ、オキシ漬けしようかな。待って、オキシ漬けって何。かわいいね、ハリネズミと寝てるっちゃかわいい。あ、おうちは無理。なるほど、そっか。老後の蓄え、あすごい考えてるね。リフォーム、1000万全部使うような生活したら後が虚しくなる。確かに。もうお家でも畳んだら、そうね、車買うんじゃない。車買ったらいいじゃん。車買ってもあんまりくない。車っていくらするんだろう。で車何百万ですよね。高いね。サノは1000万当たったらバーッと使っちゃうの。いや、1台車、お高い車を買って、あとは貯金します。待って、夢すぎてさニヤニヤする。夢ですね。投資してもっと増やす。なんか失敗しそう。お高い車を1台買ったら1トンぐらい余るかな。あとは貯金します。でも、車3台大変。車3台大変だね。1000万でまた宝くじか。もう意味ないやん。それで外れたらなんかそれこそ虚しくなる。悲しいよ。
マイナンバー、うん、使ったら金銭感覚麻痺しそうやから貯金しときます。えらいね。でも絶対そうなるよ、絶対そうなると思う。だって夢のまた夢の金額じゃん。でもサラノちゃんはちゃんと計算計画して使いそうな気がする。あー確かに当たってるかも。うん、宝くじもいいけどアイドルはいろいろと夢のある仕事だと思う。そうね、その通りだ本当に。うん、撮影とかすごい幸せですもんね。うん、まずはソラノンファンを集めてパーティーだね。パーティーしよう、パーティー。ソラノンが牛肉とか宝、ああ、そうね、そうね、そうですね、そうね、宝石をね、確かに派手につけ出したら宝くじ当たったなって思ったか。まあそう思ってください。宝石、宝石つける、宝石はつけんかも。うん、こんにちは。ねえ、まず私はチカッパ祭りが楽しみです。あとオンライン、もう来月会えるみんね。その真面目だもん。うん、真面目じゃないよ。なんか私真面目じゃないのに真面目ってめっちゃ言われるんですよね。なんでだろう。うん、エステに変えまくるといいよ。確かにいいね。真面目じゃないのって、真面目じゃないのに真面目って言われるんですよね、めちゃめちゃ。なんだろうね。うん、全然真面目じゃないよ。けどなんだろうね、そういう部分があるのかな。なんかね、急にサラノの配信で豪華なシャンデリアとか映るようになったらどうしようって。ないない、大丈夫。真面目に見る、ほんと？あー、真面目の捉え方が違う。うーん、でもそれは言われるかも。うん、そういうなんかガチな真面目じゃなくてみたいな、なんか考え方が真面目みたいな、そういう、それは言われるかもしんない。え、でもね、それが結構悩みだったりもするんですよね、私の。なんか真面目って いいことなのかもしんないけど、なんかそうやって言われるとなんか嫌なんですよね。そう、休憩入ったけど配信してくれてて嬉しい、イエーイ。そう、なんかね、真面目ですか私。真面目じゃないですよ全然。自分は何、腹黒そうな真面目だねって言われる。それは嫌だね。それも嫌だ。何が悪いの。いや悪くないけど全然。うん、俺からしたらさらにパリピに見える、嬉しい。でもそっちの方がでも嬉しいよ、なんか楽しくて。うん、嬉しい。そう、なんかね、そう、本当に私真面目じゃないのに、多分考え方が多分真面目な部分があるのかな。そう、
真面目だねって言われるのが、なんか私の中では嫌というか、なんか嫌なんだよね。嬉しくないんだよね、真面目だねって言われるのが。嬉しいってなんか思えんくなった。転校エピソード、わかる気もするけど真面目って信用できるってこと。あ、そういうこと。すごいいいこと言ってくれるね。すっごいいいこと言ってくれる。でもそうやって言われたらでも嬉しいかも。そういうなんか、だから言い方だよね、伝え方だよね。言葉って何でもそうかもしんない。確かにひでとさんみたいにそうやって言ってくれたら嬉しいかもし、嬉しいかもしれないじゃなくて嬉しい、素直に。考え方が大人っぽいから真面目。なるほどね。空のにやかだから誰でも話。にやかって何？にやかってなん？方言？まともではないが真面目だ。楽しい人じゃない、真面目が楽しい人じゃないって意味に聞こえると嫌か。そう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 、そういうこと、そういうこと。あ、そういうこと、根が明るい、そういうことね。そういうことか。そう、全然真面目じゃないです。でもなんか真面目やなって言われることがあるんですよ。真面目だねって。あ、でも常に真面目って言われるわけでもなくって、そう、なんか太ってた時にね、考え方、確かに考え方はまあでも人に比べたら冷静な方かもしれない。冷静に考えるかも、ちゃんと。考えん時もあるけど、ゆずの聞かない人のことは生真面目って言うからまた違う。ほー、なるほどね。正体を隠してるんだって。怖い。なんだろう、星様。そうなのさ。まあでもね、言われ方によっては嬉しいけど、なんか言われすぎるとあれですね、私はなんかちょっと悩みますね。全然真面目じゃないのにって思っちゃう。なんかいつの日からか真面目って言われるのは嬉しくなくなったんですよね。いいことなのかもしんないけど。ああ、そういうこと？なるほどね。全然そんなことないでしょ、飛行機さん。すごい優しいよね。アンロケのロケとか活動でいろんな面が見えてくると印象か。ああ、そういうことね。そういうことね。でもね、私ね、本当になんかショールームでは、ショールームってさ、自分のルームやったら緊張せんじゃん。だから自分のルームやったらこうやって何でも言えるし、何でも言える、何でも言えるし、いい意味で何でも言えるし、こうやって普通におられるけど、いられるけど、でもなんかね、緊張するんだよね。まだ緊張するっていうか、こう同期だったらさね、あれだけど、こう先輩の中とかに入ると緊張しちゃうから、こう思ったことをなんかこうショールームとかでこう言えるようなことを言えなくなるんですよ。それがすごい悩みで、そう、
だからいつもね、この間もなんかね、そうだったんだよね、なんか収録した時に、あ、これ本当は自分言いたかったんだっていうのは撮り終わってから、うん、すぐに出てき、降って出てきたりとか、そう、めっちゃ悩みますね。言うのになるとイエス。そう、まあそうだね、普通なのかな、これは普通なのかもしんないけど、あと、そうね、面白いことはあんま言えないですね、私。それはなんか思います。自分のルームが一番なんか自由にできるよね。忘れそうか。うん。そうなの。ね。だからなんか、違うところでご飯撮ったりして、こう自分の配信ルームに戻ってくると、全然多分こう他のところで映ってる顔と違うと思う、うん、顔っていうか緊張してないようなとことか、うん、経験かな、やっぱね、難しいよね。そうなんですよ。もう授業終わったって、お疲れ様。悩むよね。つつつつ。まあまあね、楽しみましょう。そう、人生経験ですね、きっと。きっと経験ですよ。サーノンのショールーム以外のところでも見てるけど、結構喋ってる方とも、うーん、なんか喋れるようになってきたというか、あの今夜は帰らないを聞いてくださったらわかるかもしれない。今夜は帰らないは、まあ顔が見えてないっていうのもあるけど、そう、顔が見えちゃうっていうのもあるけど、なんか最初今夜は帰らないね、多分4回くらい収録したんですよ。で、1回目とかめっちゃ緊張してたけど、めっちゃってわけじゃないけど、まあ緊張してたんですよ。そう、緊張しちゃったけど、緊張しちゃってあんま喋れんかったけど、うん、最近の収録は楽しいし、なんか前よりは喋れるかなみたいな。うん、そうなんですよね。癒し系、嬉しい。そう、一番仲良しの先輩、難しいな、めっちゃ難しい。仲良し、仲良しか、難しい。みんな結構平等。ピナッコは話しやすいですね。ピナッコちゃん、そう、すごい優しいよね。優しいし、そうね、話しやすいし、こう向こうからまだピノコじゃないよ。奥原ひな子さんです。そうそうそう。あ、でも
でもレッスン期間に京香さんとすごい仲良くなれた気がするんですよね。でも京香さんがすごい人見知りですよね。だからあれなんですけど、京香さんと結構喋りましたね。うん、そう、京香さんはあの8の日のあのレッスン期間めちゃめちゃ喋りました。ホテルの行き帰りとか、そう、結構新面に優しくしてくださって、同じ九州だからね。そうなんです。京香さんね、めちゃめちゃ可愛いですよ。普段もずっと可愛い。でも仲いい子の間ではすっごいめちゃめちゃ喋ってるし、そう、ピナコといる時とかめっちゃ喋ってますよ。そう、ピナコ様といる時とかめっちゃ喋ってる。可愛いよね、本当に。お顔が可愛すぎる、本当に。ねえ、ちかっぱ、楽しみ。ね、レッスンもするかな。よし。そろそろ。今日めっちゃゆっくり。だね、そろそろ終わろうかな。うん、いた。うん、今何時ですか。そう、ちかっぱ祭りが福岡のマリメッセ福岡になるんですけど、そう、皆さん来てくれますか12月の12日、12月の12日、めっちゃ覚えやすいので。何時とも、お、何時と思うって書く前にもう書いてくれてるわ。3時18分、お、あと1分で 2時間。え、そんなしちゃった、長いね。ゆっくりしたね。それではじゃあランキング読みますね。切り良さそうなので。13位、お、初めて読むな。発芽よ、ひよこ豆キャンさん、キャンさんかな、ありがとうございます。12位まなぞうさん、ありがとうございます。11位、玉ねぎさん、ありがとうございます。そう、玉ねぎさんね、あの、え、これなんて読むっちゃろうって最初の時思ったと。でも読んでみたら玉ねぎさんだったありがとう。10位、秀樹さん、ありがとう。9位、ナズワンさん、ありがとう。8位、スヌポンさん、ありがとう。7位、ピンクカメオさん、ありがとう。6位ギャルサットマーク、7レンジャーさんのふわふわ方言、久保がかりさん、ありがとう。5位、ひでとさん、ありがとう。4位、わさっぴさん、ありがとう。3位、どまさん、ありがとう。そして2位はかずにさん、ありがとう。1位は長岡太郎さんでした。ありがとうございます。初めての1位、ありがとう。じゃあじゃんけんしますか。せーの、空のじゃんけん、じゃんけんぽい。イエーイ、グです。やった、アイコーイグー。はーい、じゃあ皆さんありがとうございました。すごい、4300
4434名ありがとうございます。一緒嬉しい、イエーイ。じゃあみんな、あの寒くなってきたので最近風邪ひかないようにね、元気にいきましょうね。ちかっぱ祭りも待ってますし、あのオンラインお話し会も待ってます。オンラインみんな来てね。今あのあれ、あ今日の1時までだったかな、あでも待ってね待ってね、でも次の再販があると思うから待ってね。これかな、最後のあの受付が、あ今やってますね、明日の1時まで、明日の1時までですね。今日と思ってた。明日の1時まで再販やってるので皆さんオンラインお話し会来てください。私は12月25日26日2月20日です。はい、サイン会、ワンショット写真会、ツーショット写真会あるので皆さん待ってます。待ってるね。明日の1時までです、25日。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。またね。ツイッターもフォローしてください。またね、ありがとう。